9連射。さあ、やってみましょう。今日やっていくのはこちら、クターの数めくり。ど深夜にね、こそこそと撮っております。あまり声を張り上げずにできるようなゲームなんじゃないでしょうか。こういうゲームが伸びる気もしないけどな。動画上げたってな。誰が見るんだよ。ローテンションでやってる。ボソボソ喋りのこんな。絵がなんか、今回のなんかね、タイトル画面あれですね。パステルカラーですね。エータソみたいな黄色と、ネムキュンみたいなミントグリーン。電波組ドットインク感あり。はい。ちょっとね、ちょっとモガミモガについて言いたいことがあるんだけど、めちゃめちゃモガミモガ好きだったけど、ちょっとその、まあいや、言わないでおこう。ここはね、クターの空間なのでね、あんまりいろんなこう色をつけずにやっていく。まずはあらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、ダンティーなウェイター姿も決まっている驚異の無表情キャラクター。バイト先のコーヒーショップにはなぜかどこかで見たことのある大きなたくさんのパネルか。開いたパネルにはやっぱり何か偉しきものが見えますが、果たしてクターは見事、すべてのパネルを開くことができるのでしょうか。多分だけど、これ見たら、多分だけど、あれ？ランキングがない。これ、ランキングで競うタイプのゲームじゃないっすわ。あら、ちょっと待ってよ。見せますよ。ほら。ランキングがない。あら、やっても順位競えないわ。でこれさ、多分だけど、神経衰弱じゃないかな。多分だけどね。だからまあこれはまあハイスコア狙ったって。ほほほ。いやあ、まあできるじゃん。はい。何もわからん。ちょっと待って、何もわからないんだけど。え？ゲームの遊び方見てます。クターが入れた砂糖の量に合わせてパネルが開くよ。左クリックを押し続けると砂糖を器に入れるよ。パネル上のゲーザーを見ながら砂糖を入れる量を調節しよう。チャレンジできるの1日1回だけだよ。みんなの結果もパネルに影響してるので、協力して300枚すべて開こう。はい？え？これどういうことなのかな？よくわかんねえな。ちょっと待ってください。ついでにもう一つあの、数めくりっぽいやつがあるんで、そっちもやってみます。せっかくなんでね。どこにあったかな？なんか見かけたんだよな。あった。チェリーの数めくりっていうのはここにあるの。クタの数めくりの横にね、チェリーの数めくり。こっちやっていこう。多分ね、同じような、同じサイズですわ。サイズか。これもランキング出ないな。多分こっちも同じような感じだと思います。ふい。びっくりした。いきなり悪者。はい。今回、チェリーの数めくりもやっていきます。あ、でもこうすると動画がちょっとわかんなくなっていく。まあ、いや、チェリーの数めくりはもう、一本の動画にしない形にしよう。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、おしとやかな気持ち姿を決まっている驚異の無表情キャラチェリー。バイト先のチェリーになぜかどこで見ることのある大きなたくさんのパネルが。開いたパネルにはやっぱり何か偉しきものが見えますが、果たしてチェリーを見事すべてのパネルを開くことはできるのでしょうか。これちょっとわかんないな。よくわかんないな。わかんないままやっちゃってんな。ちょっとま下見ると同じような説明文があります。毎日チェックしようって書いてあるな。やってみますよ。せーの、ほい。んで、お茶を入れるんだろ、クターが。ちょっとチェリーが。入れないが。チェリーが入れた茶葉の数に合わせたパネルが開くよって書いてあるんだけど。
何をするゲームなのかがわからないな。めっちゃハテナが頭に浮かんでる。ここら辺クリックしていいのかな。50に押してみます。なんかちょっと動いたね。あ、今クタがいた。今クタがいたよね。ちょっと分かったかもしれないけど、仮説でしかないな。多分クリックしてる間になんかこう数字がバーッと広がって増えていって、でその数字がピタッと合うと多分消えるんじゃないかな。そういう感じだと思う。なんかクリックした時間の長さに応じて茶葉がバーッとドサーッと出ていって、その数字がこの盤面上にあればそれが消えるみたいな感じなんじゃないでしょうか。へー、クリアできる気がしないな。しかもなんか一本の動画にするの難しいな、これ。一個消すシーンを見せたいけど、それもチャレンジ明日か。明日以降か。おー。はい。ということで、クターの数めくりと、チャレンジの数めくりでした。また、ね、やってみたいけどね。もう一回、ほら、一回やったらもうダメだもんね。あはい。ということで、とりあえずこれもう、このまま一本動画にさせてあげます。なんかまた、この動画見てね、あ、こんなんあるんだ、俺もやってみようかなって思う人はね、うん、やってみてください。自分はあの初見でちょっとどうにもならない感じでした。はい、ほんなまた別のクタの動画上げていくよ。